ポーランド継承戦争、または、ハプスブルク・ポーランド戦争は、1587年から1588年に、かけて、ポーランドを、リトアニア大公をめぐってスウェーデン王子・ジグムント3世、バーサを押す派閥とハプスブルク家のマクシミリアン3世、フォン、エスター・ライヒが争った戦争。マクシミリアン三世は、ポーランド・リトアニア共和国の首都クラクフ攻略に、失敗した後、 道ナの戦いで敗れて降伏、ジグムンと賛成が王位を獲得した。この戦争では、ジグムンと賛成派のヤンザ・モイスキが、最初、王官僚大エトマンとして、西軍両方で多大な功績を挙げた。1586年、ポーランド王ステファン・バートリが死去したことに伴い、国王自由選挙が行われ、バーサケのスウェーデン王子ジグムンと賛成と、 ハプスブルク家のホーダーエイスターライヒ対抗マクシメリアン三世が候補となった。両陣営ともポーランド内に大きな支持基盤を持っており、前者は最初、王冠領代、ヘトマンヤン・ザモイスキやポーランド主座主教、スタニスワフ・カルンコフスキが、後者は大貴族、ザボロースキ家が支援していた。以前からザモイスキとザボロースキ家の間には、 確執があり、両陣営の対立は日増しに深まっていった。ジグムンと三世は、おばであり、戦王ステファンバートリの日だった女王、アンナの指示も受けて、1587年8月19日に、国王に選出され、空位期間中に、インテルレクスとして王権を代行していたスタニスワフ・カルンコフスキの承認も受けた。しかし、マクシミリアン三世と、 その支持者たちは選挙結果を受け入れず、3日後の8月22日に、マクシミリアン三世こそ正当な王であると宣言した。ザボロースキー家は、豪訴を仕掛け、数人の死者と多数の負傷者を出す、混乱の中で選挙が終わった。ここで知りけば、領土没収や、維新の失墜、さらには反逆罪による死など、大きな代償を支払うことになると分かっていた。両陣営は、 互いの主張を取り下げなかった。この時点で、ジグムント3世も、マクシミリアン3世も、ポーランド・リトアニア共和国外に、いたが、自分が王に選出されたことを知り合い前後して、ポーランドに向かった。スウェーデンを経って9月28日に、グダニスクに上陸した、ジグムント3世は、約2週間の大流のノチクラコフへ向かい、12月9日に、到着して27日に、 大幹式を挙げた。マクシミリアン三世は武力に訴えることを選択して、オーストリアから軍を率いて侵攻し、ポーランドやハンガリーの支持者を吸収しながら、クラコフへ向かった。ここに、ポーランド継承戦争が勃発した。彼は、ルボフニアを占領し、1587年後半に、クラコフを包囲したが、ザモイスキに跳ね返された。 マクシミリアン三世は一旦交代して兵を集め直そうとしたが、ジグムンと三世派の軍の妨害を受けた。そうしているうちに彼はザモイスキーの追撃を受けてビチナの戦いで敗北を喫し降伏した。継承戦争はジグムンと三世派の勝利に終わった。マクシミリアン三世はザモイスキーの客として13ヶ月拘束された後、 強行シクストゥス5世が派遣した施設の仲介により、釈放された。1589年3月9日にビトム、ベンジン条約が調印され、マクシミリアン3世は、ポーランド王位を正式に放棄し、彼の兄の神聖ローマ皇帝ルドルフ2世は、ロシアやスウェーデンとの間で、対ポーランド同盟を結ばないことを約束させられた。戦争初期に、 マクシミリアン三世に占領されていたリュボフニャもポーランドに返還された。1598年にマクシミリアン三世は自身にポーランドを多い請求権があると言い出したが、ハプスブルク側は宗教改革進展による情勢不安、ポーランド側はスウェーデン継承問題というそれぞれの国内問題を抱えており、両国の間の軍事的緊張が再び高まることはなかった。 ありがとうございます。